次に西根由佳君。日本維新の会西根由佳でございます。本日は専門の先生方、貴重なご意見ありがとうございました。また渡辺参考人におかれましては、当事者としてこの場に立つというのは本当に勇気の必要だったことだと思います。本当にありがとうございます。それでは渡辺参考人にお伺いいたします。民法766条の立法趣旨を踏まえ、裁判官が従来の親権、監護権決定の判断基準を改めれば、私は娘と2年前に共に生活できるようになっていたはずとおっしゃっておりいられました。これは具体的にどういうことでしょうか。民法766条、これの法改正の際には国会審議の中で、先ほども述べましたけれども、法務大臣が裁判官に親権者、監護権者を決定する際の判断基準といたしまして、子どもの連れ去る引き起こす現況であるところの継続性の原則、そういうものを使うべきではない。継続性の原則というのは現状維持、そのまんまでいいと、連れ去った者勝ちを導くものですけれども、そういうものを使うべきではないということ、それから寛容性の原則というものを、基準の一つとして採用すべきということを言及されました。どのような基準かというのは、参考資料の16番を見ていただければと思うんですが、裁判所が寛容性の原則、こういうのに基づいて決定することが原則となれば、おのずから子どもの連れ去り引き離しというものはなくなります。なぜなら裁判で勝てない、となれば弁護士らは決して子どもを連れ去れ、引き離せとアドバイスすることはないからです。また寛容性の原則というものに基づきますと、面会交流の日数を定めた共同養育計画に従わない親は、監護権、親権というものを奪われることになります。その場合、子どもの引き渡しという直接強制を裁判所に訴えることを、一方の親はでき、実効性を担保することができます。私は実際に裁判所に共同養育計画というものを提出しましたが、私が監護権者となった場合には隔週の週末、あるいは祝日、長期休暇の半分を娘と妻との面会交流に充てるということを自ら義務付けたものです。妻は FPIC という、裁判所職員の OB、OG で作っている組織があるんですが、そこで私と娘を面会交流させろと、させると、そういうことしか言っておりません。この FPIC という組織、でですね、面会交流、これは月に1回しか認めないと。プレゼントも渡してはダメ、録画もダメ、こういう厳しいルールを課します。にもかかわらず、1回あたり1万円以上のお金を取るということです。でどちらの提案が寛容であるかは明らかだと思います。仮にその若林裁判官なりが私の提出した共同養育計画を踏まえて寛容性の原則に従って私を看護者としていれば、私の娘は今頃父親と母親の両方に最低でも各種の週末に会えていたということになります。でこれはハーグ条約にも関係する話ですけれども、今の日本の法制度のままですと、日本からアメリカから日本に子どもを連れ去ってきたケースで、そのまま返還拒否が認められた場合でも、アメリカの父親は日本に例えば夏休みの期間中とかずっと会うことはできますけれども、日本からアメリカに子どもを連れ去ったケースについては、アメリカではそのまま返還拒否となってアメリカにいることになったとしても、きちんとした夏休みの間なり年間100日とかというような面会交流が保たれます。一方で日本に連れ去られてきた、子どもはアメリカ人の父親だったりしてですね、その人は日本国内では、このような形で月に1回 FPIC みたいなものを使えということで、ほとんど子どもと、会えないということになります。そういう意味でも、これから実際に動いていく中で、それぞれの国はそれぞれの制度があると言ってもですね、ものすごい大きな不公平が出てくるということを、合わせて復元したいと思います。